待たせいたしました。メインイベントザ・ストリートファイト・イン・フルハウス、時間無制限一本勝負、長与千種対尾崎真由美。とここでいきなり長与がスリーパー、尾崎はすでに流血していますね。これは場外か、場外ね、ストリートファイトですからね、はい、ほとんどルールないようなもんですから、はい、長屋の二の腕は右にガイアのロマ、そして左にガイア、これペーパータトゥーで、そうです、あ、取れないんですよこれ、2、3週間あ、そうですか、はい、ほっといても、だから取んなきゃいけないです、必死で、はあはあはあ、普段の時にしてたら、ええ、疑われちゃって、いつ入れたんだって言って、あ、いや入れてないよって言ってるんですけどね、ドリルロープで固定しておいて後頭部にハイキック、これ多分バイタイでしょうね、レガースじゃないんで、あ、そうですね、ブーツですね、はい、この日はまあ入場シーンはカットしてあるんですが、テキサススタイルで、はい、テンガラのハットに、はい、昔見たあのテリーファンクの姿がとても好きなんですよね、はい、どうしても、ザ・ファンクスに出てきてたプロのイメージっていうのが私も忘れられないですね、はい、私も今日はぜひこの試合の時にザ・グレート・テキサン・イン・大阪とか言いたかったんですけどね、本当ですね、なかったっていうのは先ほど聞きました。このブルローブね、はい、ちょっと当たっただけで痛いんですよ、めっちゃくちゃ痛いんですよこれ、本当さですもんね、はぁ、本当痛いですね、私あれだけ攻撃を受けても、尾崎という選手はタフですね、この選手は多分女子協会の指折り切ってのタフかもしれないですよね、大きい相手に対して異常なほど執念を燃やしますからね、まあ、大きい相手といえば、まあ、JWP マットではドレスアップワイルドファイト、はい、あの JWP のストリートファイトですね、はい、でダイナマイト関西に2連勝してる、はい、でもこれはね、なんかまだ勝てたような気がしないですね、なんか、まあ、長与さんと尾崎選手との因縁というのも、昨年の府立第2ですとか、一昨年ですか有明ですとかシングルやっていますけども、やはりどうしてもこれ通常、おっとブルーロープを使っての2位とか使う人いないですね、膝を顔面当てたりとか、あ、ビッグスレーターだとか、うん、まあ、ビッグレアハリーレースだね、あ、ハリーレースもあったですね、うん、あとエルボーの使い方とか、はい、まあ、最近新日本にリクレアが来てるんで、あ、まあ、あの復活してるっていうか、まあ、あれは本当なかなか真似ができないっていうか、ね、うまいですよね、うん、やっぱり僕のね、尾崎選手に対する、まあ、イメージっていうのかな、はい、うん、まあ、こう見た目から言ったらもう体の大きさから言っても何言っても要するに強いやっぱイメージがもう一つ飛躍じゃないですか、でも何て言うんですかね、例えて言うとあのマラソン選手のよう、はい、特に 女子のマラソン選手というのはすごい、あれ、ね、なんていうか、その男とはまた違う凄さっていうかあるじゃないですか、はい、タフネスさというか、なんかね、そういうものを感じるんですよね、この人は、だから、そういう面では逆に小さいからとか女だからじゃなくて、逆に小さいから女だからすごいという部分があるんだなというような気がしますね、本当見かけだけで侮ってはいけないっていう、まあ、もうでも今までの、ね、歴史が十分証明してますよね、そうですね、これが出ると嫌なんですよ、絶対この人は倒れないと思っちゃうから、ああ確かに、そして再びチェーンを腕に巻きつけて拳か、痛いですよ、痛いでしょうね、私も今思わずこれは痛いでしょうねと聞こうと思いつつも、痛いに決まってるよなと思って言いとどまってしまったんですが、
あのチェーンとかの歯に当たるんですね、直接カバーンと。あーなるほど、そうすると折れちゃうんじゃないかなっていうぐらい、試合中に前歯が折れるほどの試合となるとかなりきついものがありますよね。まあ、男子の試合ですと、まあ、顔面にキックを受けた時に、まあ、歯が飛んだとかっていう選手もいますけども、書いてますね。やはりチェーンでの大田は耐えて耐えれるものじゃないでしょう。したいですね。首輪を長屋の首に巻きつける。いいですね、いいね。こんなところデイリースポーツの、うん、松本さん、宮本記者が、宮本さんといえばやはり、まあ、長屋チェーンさ語るには落とせない方ですからね。いや前に来てたんですよ、ね、どっかで解説してる人が、あんなところで写真撮ってもいいんでしょうか。しかもあの宮本さんの持ってたカメラプライベートカメラのようですね。ちゃんとあれ仕事にが生きるんですね。あ、そうですか、はい、そしてフェンスに叩きつける。まあ、先ほどの長谷選手の話聞いたんですけど、はい、非常になんかこの日の会場っていうのは、ええ、こうリングに上がってる選手から見るとやりにくかったっていうことを聞いたんですが、射的の反応がこう掴みにくいというなんか聞いた話なんですけど、長谷さんそれは観客レベルの問題なんですけど、それとも建物の構造的に、はい、とてもフラットなんですよね。本当に全部だだっ広い縦長 の、はい、会場なんですよ、はあはあ、だからちょっと奥行くと、多分お客さんも見づらかったんじゃないかなという。なだから伝えるにもこう縦長でやってるんで、どういう伝え方をすればいいかっていうのが、なるほど、立方体じゃないですよね、はいはい、長方形なんですよ、すごいやりづらかったですよね。あと下が絨毯なんですよね。そうですか。綺麗な綺麗な感じですね。はい、だからなんかちょっと違うっていう感覚ですよね。はい、ただ実際にはね、客席の方から見てるともうその大試合の前から非常に出来上がったというか、小竹ホールとそんなに変わらない雰囲気はありましたよね。まあ、しかしやはりやる方とすれば多少の違和感はあるんでしょうね。そのライティングとかいろんなそういう面で、はい、確かにそういうのはあったかもしれないですね、あったかもしれないというか、まあ、これはリングに上がったもんないとわからないんですけど、まあ、例えば今後楽園ホールというところが出ましたけども、後楽園のようなひな壇があるわけでもなく、2階席というのもないですね。ないですね、全部フラットなんですよ。しかもだから四方が同じ長さだったらいいんですけど、スパンが高く違うと、おっとこのアピールはで、ね、暗くなっちゃうんですよ、奥行くとライトがリング上でしか、なるほど、つかないんで、抱え合ってここで助走をつけるが、しかし入れない。やはり尾崎という選手、どれだけ攻め込んでいても一瞬で切り返してくることが多いですからね。今のエルボーの落とし方にしても心のどこかにテキサスが入ってるんでしょうか。そして尾崎が、おっとこれはフランケンシュタイナーに行こうとしたんでしょうか。この後場外に誘ったんでしょうかね。フランケンシュタイナー来るところ自分に行ったんですね。なるほど、そういう、まあ、結果的には尾崎選手の方が早く立ち上がったと。だからもうこの辺行くとほらお客さん暗いから、そうですね、見えないですよ、だから、ま、向こうにお客さんが見えないからどうしても不満になっちゃうと、だからどういう展開が行われてこうなったかっていうのが、だから中途半端の状況で、
ですか、ね、響くんですよ、ガン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 体に。これは、フェンスに使っているものなんでしょうか。そしてこの中映像は何とも言えないムードがありますね、うん、なんか逆に、リアルな、なんか明るくもなく暗くもなく、なんか独特の雰囲気がありますよね、うん、肘ストラカ打ったんですよ、はあはあはあ、それ肘が腫れちゃって、はい、前のあのキャンディー戦で、はい、あの一度肘悪くしてるんですよね、それでそこの軟骨のところがまた出てきちゃって、はあはあはあ、なぜムードの話をしたかというと、この試合ストリートファイトという試合自体はこれ非常に難しいと思うんですね、はい、今でその上にそういうムードの難しさもあったんで、まあ非常にこれは確かにやりにくいというか、実はストリートファイトってあれコラケンホールに一番向いてるスタイルなんですね、そうですね、あの空間の中というか狭い空間の中で一番盛り上がるんですよね、だからそれをここでやるんで、まあどうなるかなと思って見てたんですけど、わあ、おっと、尾崎らしいですねこれは。尾崎らしい。ああ、しかしサブ並みの好きですね。だから、ね、このこういうこの人独特の技ですね、はい、この。そしてエプロンからトテコンヒーロー。いつもの、まあ、この下じゃなくて赤いね、アコッションだと、なんか、まるで蝶々みたいな感じで、ひらひら舞うっていうのがあるけど、今日はやっぱりちょっと違いますね。富山が手伝ってたんですね、知らなかった、誰がいつも上げてるのかなと思うんですよ、こうやって、しかしこういうシチュエーションの時はかなり富山が活躍してる場合が多いですね、手伝ってたんですか、デビューさんも手伝ってたこういうアングルじゃないと分かんないところいっぱいあるんですよ、レストランでも分からないところが、そうですね、やっぱりさすがに JWP は結束が強いですね、コンビネーションプレートでも言いましょうか、ちょっとブロープうまいように巻きつけて、で逆にこのテーブルは背中が角の部分に、あ、これは自分の方もですね、当然ですよね、むしろ尾崎がヘリにぶつかっているも長谷さんもろに角に行ったんじゃないですか、あ、でも自分の方が熱いですからね、角が、そして富山とデビル正美のフォローによってリングの上に上げたテーブルを今度は長谷が使う、テーブルの上でパワーボムかハイルドライバーを狙ったんでしょうか、と逆に DDT、 これ狭いですね場所が、長嶋が嫌な顔して見てますよねこうやって見るといろんな人の顔が、はい、このストリートファイトっていうのはどういう気持ちで見てるのかよく分かりますよね、まあ、ストリートファイトの時でもよく目にするのはキャンディーだけは笑ってるっていうのはよくある絵なんですが、いや、ただそういう顔してるんですか、テキーラサンライズカウント2、これね何発か食らった時に、はい、全部がぐるぐる回ってるんですよ、平行感覚がないんですよ、あ、初めて経験しましたね、あとこれは関西戦でも見せた足にチェーンを巻きつけてのこれはコーナートップ、おっと、ああ先方切り替えたんでしょうか、
でこの机が入ってからやっぱりあのガゼン注目の客が見るようになりましたね。まあ、あった。あと、まだ投げっぱなしですね。うん、やはりあるものを使わないではないですね。篠崎を抱えてテーブルに向かっての、おっとこれも失敗、丸め込んだ尾崎は。カウント2。畑上げ戦の二の前になっちゃいましたね。危なかったですね。畑上げ戦ではタッグとはいえ尾崎にピンフォールを捉えていますから。本当ですね。もうちょっと叩きつけて、そしてフォールに入れば、しかし思わずチキショーということが口をついて出たようですね。頭を突っ込んだ、逆にスリーパー、うまい切り出しですね。なんだろう、これマークルインみたいですね、この決め方。ポジションはリングのほぼセンター。まかなりローキは遠いですね。尾崎のような選手だと逆に体が細い分腕が食い込んでくるんじゃないかなって思ったりするんですが、食い込みますか、スポーンと入りますよ。あ、やはりそうですか。とこれまたもやテキーラサンライズ、首が頭かっちゃったんですよ。言ってましたね、この字ですね。これで目回っちゃったんですね。そしてさらにもう一発、まだですか。なるほど、これじゃあ目を回りますよね。4連発、こんな尾崎という選手も。いやでも次長、逆にテキーラサンライズ4連発でスリーカウント取れないとなると、さすがに尾崎選手困ってますもんね。これで勝てないのかという感じで、はい、このキックも尾崎がよく使う手ではあるんですが、顔見えてますからね。リング上のテーブルのために本部席とレフェリーとの間に資格ができてしまいますので、今リングアナのガダニーニ運野さんがコーナーの方向、当たられやと桜方。あ、そうですね、あのリングアナ動くリングアナですね、はい、もう。まあ、その昔ガダニーニ運野という芸名で芸能活動をしていたんですが。あ、そうなんですか、はい、それは知らなかったです。じゃあここだけのこぼれ話ということで一つと、うん、まあ、タイガースブレックスですか。いや、テキーラの、テキーラ、うん、客席から顔面という声が飛ぶが、しかし背後からのキック、これでダウンカウントは立ち上がりましたね、やっぱり机がやっぱり、はい、障害物ですね。やはりここは決めどころですか。そうですね、僕ね、ずっと見てた時に机がずっと置いてあるんで、それ気になってたんですよね、はい、だからこれを使わない手はないなという感じで、
まあ、一体どうなるのかなという感じで見てたんですけど、そしてここで気にダブルアームでこんなこと使ってたんだ。ここでその机を使うときは来たようですね。あ、しかし尾崎に生き返った。尾崎の裏剣というのは珍しいですね。珍しいですね、まあ、でもやがて迎えるこのフィニッシュというのは、これはまた非常にインパクトがあるんですよね。バランス悪いですよね、やっぱり。25分を過ぎたところで長代が仕掛けようとするのは、この体勢は机の上でスーパーフリーク。ここでダウンカウントを要請する。向こうはね、デビルもこれはやられたかなという感じですね。今のは見事に決まりましたね。フォームの崩れもほとんど見られませんでした。カウント9ダメですね。カウントアウト、ノックアウト。